はい、酒好きな元新潟人の石動画でーす。今回は、今さっき買ってきました。こちらでーす。じゃん。12スーパーストロングレモン。です。はい。ね。こちらねー、以前も飲んだ気がするんだけどなぁ。サンガリアです。アルコール度数が 12%。果汁が 3%。で、甘味料も入ってないみたいなので買いました。原材料名が、レモン果汁とウォッカと糖類と炭酸と酸味料と香料とビタミン C。たっぷり氷を入れたグラスに注ぐとより美味しくお飲みいただけます。だって。製造者が株式会社日本サンガリアですね。うん。こちらはローソンで売ってました。じゃあ、氷入れようか。そんなに言うなら、じゃあ氷を入れて飲みますか。ね。氷を入れて。ボクチンの自作のね、自作の氷を入れて。そう言うなら、ね、飲んでみようじゃないか。まあ、2個ぐらい入れて。それでは、それでは。これね、俺以前も飲んだことある気がするんですよ。確か、アルコール度数 12% の何かしらの酎ハイ飲んだ記憶がある。けど、忘れた。はい。よいしょ。まあ、サンガリアなんで、サンガリアはね、あんまり美味しくなかったりするんですよ、サンガリアは。ええ。まあいいや。カンピー。ああ、やっぱちょっとなんかこう、やっぱアルコールのね、臭みっちゅうか、なんかそのえぐみみたいな何かはありますね。うん。ああ。まあ、ウォッカ特有のえぐみなのか。まあ、これを焼酎だったらね、まだわかんないですけど、これ入ってんのウォッカですから。ちょっとえぐい。かな。サンガリア。小泉の、誰だっけ？俺が使ってるさ、伊賀の天然水、強炭酸水っていう、サンガリアの炭酸水があるんですけど、それ CM してるみたいですね。小泉、なんとかって人。小泉孝太郎さんね。へぇー。まあ、これすごい美味しいんですよ。うん。炭酸水ね。そんで先ほど買ってきましたこちら、セブンスター。久々にセブンスターのメンソールでも飲むか。やっぱあれなんかな？ウォッカだとちょっとエグいんかな？やっぱりさ、個人的には、アルコール度数25度の、焼酎、4リッターの焼酎買ってるような人間なんで、やっぱ個人的には焼酎の方が好きなんですよね。
なんていうかな。やっぱレモンと合うんですよね、焼酎の方がね。ウォッカよりも、なんか焼酎の方が、チューハイとして実に飲みやすいんですよ。まあ、多分俺だけなのかもしれないですけどね。まあ実に飲みやすい感じなんですけど、これはちょっとやっぱえぐい。じゃあ、えぐみがある。ああ、言ってなかった。ちなみに値段が、ローソンで130円でした。意外と安い。普通に安い。まあ今何でもかんでも、アルコール度数高いやつがね、なんか売れてるみたいなこと言うてましたけど。まあその影響かわかんないですけど、普通にローソンにも置いてあるようになったのかな。今までこういうのって、いわゆるサンガリアのさ、チューハイってさ、ローソンストア100とか、あと、ローソンストア100かな。にしか置いてなかったんですけど、普通のね、コンビニのローソンにも売ってるようになりましたね。サンガリアのスーパーストロングレモン。スーパーストロングレモン。あ、やっぱこれ飲んだことあるわ。俺昔飲んだことあるわ、これ。ただ、見た目がちょっと違うだけで。変えたっぽいっす。こちらの商品は2018年の7月31日に発売となった新商品。サンガリアスーパーストロング12レモン。こちらローソンとポプラ限定販売。値段が130円と、500cc だと165円と。まあ、リニューアルして発売したのかな？多分ね。まあ、まあぐらいですかね。超コスパチューハイと言ってるらしいです。そう歌ってるみたいですね。あ、ちなみにこれ限定販売みたいですね。全国のローソンと、ポプラのうち酒を扱う計1万3000点限定で販売となってるようです。まあこれがやっぱ焼酎だったら余計良かったんですけどね。ちょっとやっぱり癖がちょっと強いは強いとは思います。まあ、そこまでまずいかって言われると、いや、別にそこまでまずくねえんだけど、やっぱ何かこのえぐみがあるんだよね。まあ、アルコール度数高いから、そう言われりゃそうなんだけど。まあ、
そういう割合はそうなんだけどさ。あ、そういうことか。実際は、この見た目、このデザインになる前のやつもあるみたいなんですけど、それがだいたい、今年の3月頃に、発売してたみたいですね。うん。なるほどね。だから俺前飲んだことあるもん、これの。ちなみにレモン味とグレープフルーツ味があったみたいです。うん。俺、それどっちか飲んだ気がする。うん。確かローソンストア100で買った記憶がある。まあ、アルコール度数高くしたけりゃね、まあ、ぶっちゃけた話、自分でね、4リッターの25度の焼酎、と、あと、ポッカレモンとかでさ。で、炭酸水入れて。まあ、やりゃいいだって話なんだけど。まあ、そういうのでもないんですよね。やっぱね。うん、まあ、これはあれだからね。チューハイだからやっぱ甘いんですよ。うん、結構、甘みも普通のチューハイと、まあ、同等ぐらいの甘さがある。まあでも、やっぱちょっとどうしてもこのえぐみは取れないのかな。うん。やっぱアルコール度数高くなってくると、ね、焼酎とかその、ね、ウォッカとかの、そういった、類の味が強く出ちゃうのは仕方ないんですけど、まあ仕方がないにしたって、ね、それをね、販売してるわけだから、やっぱ、それをね、いかに取り除くかが、やっぱりね、売れ筋にも関わってくるだろうし。うん。うん。まあこんな味やっぱしないもんね。でも、結局、ウォッカ使ってるってことは、焼酎じゃなくて、ウォッカをこれ使ってるってことは、コスト削減でしょうね。うん。ウォッカの方が安く作れるから。だと思うんですけどね。うん。まあ、メーカー側が、やっぱ、焼酎よりもウォッカの方が、ね、コスト削減できるからっていう。まあ、感じなんでしょうけど。うん、やっぱどうしてもこのえぐみがな。このえぐみなんとかなんねえの？ねえ。なあ。ちょっとこれやっぱえぐいっすよ。うん。やっぱ癖がある。ねえ、ウォッカの特有の癖なのか。まあ、ウォッカで俺、焼酎、チューハイ作ったことないかな。大体、チューハイはもうあれ絶対4リッターのね、チューハイ。チューハイって焼酎使うんで。まあ4リッターのチューハイ、焼酎使えば、こんなに癖はないと思うんだけどな。まあでも 12% だから、半分、焼酎にして、半分炭酸水で割るってことやからね。あれみたいだな。ホッピーを9対1で逆のパターンで飲むやつね。ホッピーを1だけ入れて、あと全部焼酎みたいな。
人はいるらしいですけど。俺はあれダメなんだよ。ああいう飲み方をしたくねえんだよ。やっぱホッピーは、もう、これぐらい焼酎入れて、あとホッピーでこう注ぐっていう。一本で、一杯作るっていう作り方の方が俺は好きなんで。まあ、あれですけどね。まあ、一番、アルコール度数高い 9% のやつを乗り越えて 3% 上げて12にして、でまあ、まあ話題にはなるですね。まあ最終的にあれか、たどり着くのはスピリタスのショットにたどり着くんですかね。人類は最終的にスピリタスのウォッカが一番ね、コスパいいっつって飲むようになるかもしれないですよ。まあ、そうはなりたくないものだなと。まあ、でも普通にウイスキーとかはまあ、ストレートで飲んでたりしますけどね。まあまあ、うまけりゃいいんですけど。うまけりゃ何でもいいんだけど。まあ個人的にこれはあんまりそこまで美味しいとは思わないですね。まあでも甘味料を使ってないのは、OK、いいことなんですけど。まあ、甘味料を使ってない点は、まあ、評価したいんですけど。まあ、ただ、やっぱり、まあ、やっぱ、えぐいっていうのは、捨てきれないですね。まあ、ちょっとあれだな。もうこんなぐだぐだやってられない。やる暇はない。ので、もうここら辺で切り上げましょう。コク普通ぐらい。甘み普通。か、ちょっとあるか。香り、まあ、普通。あ、これ普通ぐらいですかね。まあやっぱえぐみがちょっと取れたらね、よかったんですけど。3433です。ご視聴ありがとうございました。